クリダグナサスは、石作を持つ、原始的な脊椎動物。長い間謎であった、このドント動物の正体の一つとされる。体長は、数センチから数十センチ。体は、細長い円筒形。体の先端には前に向かって開いた口があり、このドントは、口の内側周辺に並んで、鋭い歯として機能したと考えられている。 頭部側面には体に比して著しく大きな目を二つ持つ。その後ろに内耳にあたる、長方らしい痕跡の見られる化石も見つかっているが、定かではない。目の後方、側面腹側には得られつがあったらしい。細長い胴体には目立った構造はなく、尾には背面後方から腹面のより後方まで続く、背びれから尾びれ、尻びれとつながった形のひれがある。ひれには、 軟骨性の細かいヒレ状があったとされる。体中オーブを重装する太い積作が確認されている。内臓についてはあまり情報がない。体側面には V 字型の近接が並んでいた。現在のヤツメウナギなどと類縁のあるものと考えられている。しかし、ヤツメウナギやヌタウナギなどの塩甲類が葉を持たないのに対し、クリダグナサスは高組織を持つことから、 これらの生物群よりもより進化的な生物であると考えられている。また、すべてのアゴ工場綱の生物に対して原始的な特徴を備えているとされる。クリダグナサスの化石は1983年にスコットランドの石炭紀前期の地層より発見されたものが最初である。このドンとは古くから知られた微化石であり、その正体には様々な説があった。 これがその正体という化石もいくつか指摘されたこともあるが、クリダグナサスの発見以降、本属やその禁煙種がその正体と考えられている。これは本属の化石が、このドントの代表的な6種の形態種のほぼすべてをカバーし、また発見された複数の個体間で形態種の構成が共通しているためである。このドントの分布等からもクリダグナサスは、 浅い海域の海水中にあって、小さいながらも活発に遊泳して、小型の動物を捕食する重要な肉食動物であったことが想像される。海面を漂う当時の無脊椎動物の妖精にとって恐るべき大敵であったと推測されている。クリダグナサス族は近縁のパトログナサス族と共に沿岸域に生息し、他の近縁のコノドンと生物であるポリグナサス族や、 シュードポリングなサス族と住み分けていたと考えられている。ありがとうございます。